もうこちらの看板見てお分かりの方いるかと思います。牛タン麺ですね。赤鍋店ですね。駐車場には大分、岡崎、トヨタ、岐阜の名物岐阜タン麺、観光地としても有名になってますね今じゃね。僕は初めて知ったんですけど、毎月10日が小学生以下はタン麺一杯無料らしいですね。ちょっと度肝を抜かれました。岐阜タン麺は屋台から始まったそうですね。でも屋台からって株式会社横綱ラーメン横綱もそうだけど、ちょっとうさんくさいなと僕は思っちゃいますね。まあ、それはどうでもいいんですけど、お味の方ですね。今日半チャンセットの3辛ですね。3辛はここ一番屋の普通のカレーの辛さに相当します。旨味と辛味がバランスよく3辛が私の中では一番のおすすめです。今日は栄養をつけるためニンニクはおろしニンニクですね。トッピングをしました。結論から言うとニンニクのトッピングはいらなかったですね。もともとこちらのラーメンはニンニク入ってますからね。はい、豚肉と白菜のキャベツで塩ベースです。つもやしが食べ放題。お酢の効能、効果も書いてありますね。おいが岐阜タンメンは大好きですね。おいの長男の方ですね。このま、すもやしを2杯おかわりしましたね。ごちそうさまでした。ありがとうございます。でもこういう子供食堂なり、いいですね。自分で頼んでみよう。食育ですね。食で教育する。こちらが、牛タン麺の半チャン、チャーハンですね。ちょっと濃い味でしたけど、僕的には美味しかったかなと。3辛もバッチグーで、麺も、片面美味しかった。チャーハンも味がしっかり染みついていて美味しかったと思います。赤鍋店が美味しいのか定かじゃないけど美味しかったですね。おすすめは3辛。ケチをつけるならちょっとラーメンが濃いめ、しょっぱかったかなっていうのは否めないですけど、僕的には美味しかったかな。チャーハンもしっかりと熱々で美味しかったです。ごちそうさまでした。10日は子どもの日、小学生以下は乾麺一杯無料。ようやく初めて知りました。ぜひご来店お待ちしております。バイチャー。